ミシェル・アザナビシウスは、フランス人の映画監督、脚本家である。ジャン・デュ・ジャルダンを主演とした、スパイ映画のパロディ作品、OSS117 私を愛した、カフェ・オーレ、OSS117 リオデジャネイロを投なしで知られる。2011年には、アーティストが、第64回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上演された。 パルムドールはツリー・オブ・ライフに譲ったものの、主演のデュジャル団が男優賞を受賞した。また同作は第84回アカデミー賞で10部門にノミネートされ、作品賞、監督賞、主演男優賞など5部門で受賞した。ユダヤ系リトアニア人の家庭に生まれた。映画を監督する以前、彼はテレビ界で働いており、 かなるチャンネルでキャリアをスタートさせ、1988年に監督を始めた。彼は、その後リーボックやブイグテレコムといった企業のコマーシャルを監督したり、1993年に初めてのフィーチャー映画、ラクラスアメリカーノーをテレビ映画として作った。1999年には初めて監督した劇場用映画であるメアミが公開された。 2006年、1960年代のスパイ映画のパロディである監督、脚本作 OSS117 私を愛したカフェオーレが公開され、全世界で約2300万ドルの興行収入を得た。2009年には続編の OSS117 リオデジャネイロ大島なしが公開された。2011年には、 冬季以前のハリウッドを舞台とした白黒無星映画、アーティストが、カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され、主演のジャン・リュージャルダンが、男優賞を受賞した。アーティストは、アメリカ合衆国でも高く評価され、第84回アカデミー賞では、作品賞を含む10部門で、ノミネートされた。アザナビシウス個人としては、監督賞、脚本賞、 編集賞にノミネートされ、監督賞を受賞した。事実婚をしていた、女性映画監督との間に、娘二人を設け、彼女と別離した、数年後には、自身の映画、OSS117 私を愛した、カフェオーレ、アーティストに出演したベレニス・ベジョと結婚し、彼女との間にも、息子と娘を一人ずつ設けている。ありがとうございます。